ラスカスバイリーのおチャンネルです。4月の1日金曜日、本日3本目です。もうね、街中もね、すんごいこじんまりとしてる街なんで、完全に歩きました。うん。店もね、ほぼほぼやってないんで、やることないです。しかもね、前の動画の中でもお話ししましたけども、街中は今オフラインなんで、ネット環境はね、街の中にありません。うん、というわけでですね、非常に編集作業がね、はかどっております。ここのね、ムアンゴイ、これからね、疫病騒動が収束して、ラオスに、遊びにいらっしゃる方の中にはね、ムアンゴイ、ラオス最後の秘境のね、ムアンゴイに来てみたいって方もね、少なくないと思います。どんな宿があるかっていうのがね、気になるところだと思うんですけども、昨日、ここの、今の宿をね、決めるまで、1軒、そして、何軒、2、3軒かな、回って、で最終的にこちらの宿に、お世話になることにしたんですけども、中で、ここと、もう1軒、カメラ回してます。宿の中をね、一応ね、撮影させてもらってるんで、ご覧ください。どうぞ。ここはなんか、こういったね、バンガロータイプなのかね、1泊5万つってますね。まあまあ、立地的にはね、ここは船着き場なんで、悪かないと思うんですけど。サバイディー。Wi-Fi 飛んでんのかな？ここはね、結構綺麗に作ってんね。でね、キングサイズのベッドに、はい、このね、リバービューです。リバービュー、素晴らしいと思います。これでね、ジェシーパン7万切符ですね。まあちょっとね、ここにするかどうかね、わかんないですね。Wi-Fi 飛んでね、つってます。ここのね、バンガロータイプ。はい。綺麗に作ったね。ああ、走るとね。ああ、走った。で、ここはね、5万キップだって。あ、広っ。似合いの。似合い似合い。ああ、ここも悪くないと思いますね。77。あ、ちょうどライムルだい。はははは。めちゃくちゃ。にゃーん、ボネジャイの。うん。チャオ、チャオパの、ホプチュー。レインボーゲストハウス、万博レインボーですね。万博レインボー、敷地がね、まあこれいわゆるね、普通の、ゲストハウスですね。ゲストハウスの敷地になってます。作り子ですね。で、まあ2階もあるって言われたんですけど、2階はね、暑い可能性があるんで、下の部屋空いてるかっていうのを、確認したらあるということです。で、一応ね、今お客さんいないんで、もろもろのサービスが停止してるみたいですね。で、こっちにはね、レストランがあります。これね、リバービューだね。あっち、うん、あそこのね、リバービューの、レストラン、レインボーレストランがありますね。で、とりあえず、このまあまあバイクもね、部屋の前に止められる感じなんで、これはね、なかなか、ライダーには嬉しい宿なんじゃないでしょうか。でね、暗い。部屋の中ね、こんなんです。妙に広い。妙に広い。でね、謎のね、蚊帳があったりね。でね、あとね、バスルームですね。バスルーム。まあまあ、でもこれもね、標準一般的なね、ラオスの、安い宿ですね。で、温水器がついてるからね、本当のガチ勢のね、ローカルライダーはね、温水器がついてないんで、レース浴びなきゃいけないんですけど、この辺は、ちょっとね、外国人客を意識してますね。うん、とりあえず、今日はね、こちら、今日、明日かな、うん、1泊、2泊を、お願いしたんで、
今日朝、あさってかの、寺院はここに決まりました。残念ながらね、街中がね、あのインターネットがね止まってるみたいです。インターネット止まってるみたいなんで、アップするのはどうだ、ノンキャウに戻ってからになるのかな。とりあえずね、取りだめます。ああ、子供元気だな。楽しいよね、水遊び。この村の子供は泳げるんだろうね。基本的にね、ラオ人は泳げない人が多いですね。山の民なんで。そしてね、街中がね、バッキリ閉まってます。入ってる宿もね、限られてるし、メシアはね、ほぼ全滅ですね。で、街中がオフライン、これはすごいと思います。はい、こんな感じなんですね。で、バンガローね、バンガロー、5万切符は、まあまあ安いなと思いました。うん。で、7万切符のリバービューのあの、部屋もね、部屋のクオリティの割にはね、7万切符っていうのはね、安いんじゃないかと思います。うん、これはね、まあ正直ね、ここの街の中をね、歩いてると、ものすごいね、引きが強いんですね。引きが強いって、呼び込みで、宿探してる時もね、すごかったですね。もう何ヶ月もね、掃除してないんだけど、これからするからっていうお母さんがいたり、あと、今水が止まってて来ないんだけど、明日には来るからって言ってね、そんな宿止まんねえよっていうね、それでもね、やっぱ、もう2年ぐらいね、外国人観光客が途絶えてる状態なんで、宿の経営者とか、あとレストラン経営者っていうのはね、本当にね、切実な問題だと思います。人はいないっていうのは。うん。なんで、まあ、普段はね、割とおとなしくて、なんだろう、営業とか、かけたがらないね、ラオス人なんですけども、無安声はね、うん。今まで回ってきたラオスの、村の中で、一番ね、こう、ぐいぐいね、客引きされました。うん。まあ、ここもね、宿のね、おかみとかに、ね、話を聞いてると、やっぱお客さん戻ってきたらね、Wi-Fi もつなげるし、うん、レストランなんかもね、順次ね、開店するって言ってるんで、まあまあもう本当にね、お客さん待ちですね、うん、もう、疫病騒動収束さえすればね、今まで通り、なんだろう、旅行者に魅力的な街、うん、魅力的な村か、うん、の無安号に戻ると思います。うん、まあまあ、今日もね、午前中かな。うん。ちょっとカメラも持ちながらね、回しながら、街中を散歩したんでね、この後に、そちらの方のね、編集をして、また、ストックに突っ込んでおこうと思います。うん、この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。